どれだけのことができるのだろう。言葉にならないほどの思いを、どれだけあなたに伝えられるだろう。ずっと閉じ込めていた胸の痛みを消してくれた。一緒に泣いてくれた君がいたから、一人じゃないから、私が君を守るから、あなたの笑う顔が見たいと思うから、時が眺めてく光と共に光が優しく照らしてくれる。はい、皆さんおはようございます。心歌の太鼓です。本当にこうやってコメントありでやらせていただくのとっても久しぶりです。あまちゃさんもひぴろさんも山ちゃんもね、お社長じゅんさん、みっちゃんさん、あーしゃさん、おはようございます。ありがとうございます。続きまして、お日様、今日はすっごいいい天気。もう朝から外に出ちゃって幸せでした。あ、たけるさんも久しぶりです、ね、ほんと今日いい天気。私毎日オンラインサロン の歌日記っていうのをやっています。月額5500円でやってるんですけど、そこでは有料コンサートも無料で、無料じゃなくて有料コンサートも公開できるものは公開していったりしてます。光が差し風が泳ぎ、生きてゆけるとそう思えたの。出会えた日は私の記念日、ごめん大げさ、本当の気持ちよ。あなたは私の奇跡、あなたは私の希望。何もいりはしない。
奇跡、あなたは私の希望、必ずどこかで見ているわ、それだけでいいのよ。たとえ私だけはいつでも味方だわ、大丈夫信じて。はい、皆さんおはようございます。初めましての方ありがとうございます。心歌の瀬根妙子です。まあ、心歌の妙子って言ってますけど、妙子さんとかまあ、たえちゃんとか呼んでいただけたらと思います。私の活動をいろいろとやってますけれども、基本的にはソプラノ歌手です。いろいろ活動してますので、 YouTube やホームページご覧ください。また今日今から TikTok ライブやりますっていうのは投稿のとこにありますけれども、オープンチャットのページが、ファンクラブがあります。よかったらそちらに登録していただけますと、今からやりますという告知があります。基本的には時間決めてなくて、でも TikTok 久しぶりに始めてみました。花ママピロさん、秘密のあこちゃん、プーちゃん、ギフティングありがとうございます。たくさんフォローいただきありがとうございます。療養しながら生きてます。 YouTube の方では今年の3月ぐらいの療養日記がアップされてます。でもやっとここまで歌えるようになりました。今も療養しながらしてるので、時々声がなくなったりします。まあそんなセキュララな感じも配信しちゃうと思いますが、よろしくお願いします。皆さんの心が楽になりますように、時には背中を押すことができますように、そんな思いで歌をお届けしてます。閉じていても胸の奥の命ね、こじこじさんとコラボ したかったんだけど、ありがとうございます。花冠、ありがとうございます。ちょっとなんか、リアルの本番忙しくなっちゃって、バタバタして、で、体調管理も難しくって、またご連絡させてください。もう少し落ち着いたら。で、これからちょっとずつ TikTok の配信も、朝とか、まあ、自分が好きな時間にやりたいと思います。で、投稿にありますけど、LINE のファンクラブがあります。そこで、
TikTok ライブ配信しますとか告知してます。もしよろしければ入ってください。竹野さんいっぱいありがとう。ねえ、チコちゃん、あ、こちこちさんありがとうございます。はい、ありがとうございます。こちこちさんありがとうございます。そうなんです。あ、どうもありがとうございます。かわいいありがとうございます。私リアル復帰をしまして、松崎町の稲下神社というところで音玉あかりというあの明かりとのコラボレーションの企画を立てさせていただきました。で、生まれた日を覚えてるかい、みんな笑って抱いてくれた、変わらず今も愛してるよ、そのままでいい、あなたは輝いてるから、白いスズランの花を二人の記念に贈るよ、もう一度私 CD と心歌ブーケのセットの商品も作ってます。心歌ブーケって言いますけれども、ご購入いただくと太鼓への応援になります。こうやって心歌をプレゼントする活動費にさせていただきたいと思ってます。もしよろしければホームページもご覧ください。で、そんなね、そのブーケを作っていただいてる須岡さんに、私のおばあちゃんすっごい今不安で、あ、こじこじさんだったんですか、 CD 買ってくださった方、超嬉しいんですけど、ありがとうございます。あ、どうもありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。 CD、 はい。で、とにかく私がいれば私のそばにいたいっておばあちゃんなんですけど、どうしても私は離れないといけないから、どうしたらいいかなと思って、おばあちゃんにソワカさんのお花をまた依頼してお願いしました。食べるものも、まあ食べれるけど、なんか思うように食べれなくって、お腹の調子が悪くって、もう本当に辛い、いなくなりたい、92歳まで生きてそんな風に思っちゃうのっていうのがすごい悲しかったんだけども、でもおばあちゃんが唯一感動するのは、まあ私の歌は感動してくれるけど、
お花なんだよね。お花を見るとすごく興奮して感動してる様子が伝わるので、毎月ソワカさんにお花を頼むことにしました。お花の定期便っていうのがあって、季節のお花を届けてくださるんですけど、まあなんか本当にお花って生きてるからなくなってしまうんですよね。だけどその命の儚さっていうのが本当になんて言うんだろう、愛おしいって、おばあちゃんがそんな言葉を言ってて、この感覚素敵だなと思いました。それではですね、最後の曲一つ、最近私がハマってる歌です。あなたの価値は目の前にいる人だけが決めるんじゃなくないんだよなと思ったんだよね。なんかこう、もし今置かれてる場所ですごく辛いことが起こってたとしても逃げていいし、自分を受け入れてくれる場所って必ずあるから、どちらかというととにかく居場所を求めていろんなところに行ったらいいと思って、なんかそういう感覚が感じていて、私の歌もある人にとっては価値があるけど、ある人にとっては価値がないと思います。でも価値があるって、欲しいって受け取りたいと思った人が受け取りに来てくれたらいいなと思って、心歌プレゼントしたいと思ってます。それは私だけじゃないと思う。みんなの、みんなっていうのは愛されて生まれてきた存在だから、なんかそういう感覚になってます。だから今日という日が本当に皆さんにとっていい一日となりますように、そんな思いで最後の曲お届けいたします。心歌お受け取りください。うん、逃げ方分かんなかったね。私も立ち向かわなきゃいけないし、受け止めなきゃいけないんじゃないかなって思ってたんだけど、逃げた方がいい。立ち向かわなくていい。助けてって言っていいし、でそういう感じがしたもんで、今日私はコメントありで TikTok のライブ配信をしようって決意したの。助けてくださいって、私は変なコメントされることとか、なんかアンチ的なコメントされることとか、心歌の純度が下がるような配信は絶対したくないと思って、それだったらやんない方がマシだって思って TikTok の配信やめてました。でも助けてって言っていいじゃんって思ったんですよね。守ってくれる人がいるんだったら一緒に心歌をプレゼントする機会を作らせていただけないでしょうかっていう思いで、でプーさんが今モデレーターやってくれてますけど、本当に感謝してます。私配信時間ゲリラなんですよ。まあ、ファンクラブの方とか歌日記の方で公開しますけど、いくつやるよって言いますけど、もしタイミングが合う方でモデレーターやりたいって、一緒にお届けしたいって思ってくださる方がいたら、ぜひご協力ください。それでは一つ、空と海が溶けて一つ、あなたの心に溶けて生きる、空に星が溶けて一つ、あなたの人生に溶けて生きる、あなたの部屋に野の花一つ、いつも一つ今日も
とうございました。ネプルさん、今日プルメリアさんが作ってくれたイヤリングです。コジコジさん、ありがとうございます。ね、最後の曲でした。これからもしね、まあ、守ってくれる方がいらっしゃるみたいだから、私は甘えさせていただいて TikTok ライブやっていきたいと思います。で、今体調がね、少しずつ落ち着いてきてるので、まあいろんな時間に自分の体が許せばやっていきたいと思います。で、今ね、今もまだ療養しながら生きてるので、時々声がなくなっちゃうかもしれませんが、心を込めてお届けしたいと思います。ね、それではこじこじさん、たけるさん、花ママ、チコさん、プルメリアさん、ピローさん、プーちゃん、ギフティングいただいてありがとうございます。ぜひね、あのファンクラブの方にも入っていただいて、あのいろんな SNS つながっていただけたらと思います。また東京のコンサート、静岡でのコンサート、また松崎町でも4月の1日音玉明かりというまたね、明かりのイベント、こちら無料で見ることができます。稲下神社であの開催します。ぜひ皆さん会いに来てください。それではまたね、バイバイ、ありがとうございました。